黒い布なんつうかこうひどい車酔いした時みたいな気分になった話だけどいいかなもやもやした気持ち悪いから聞いてほしいほとんど会った覚えのないおばあちゃんが亡くなったから葬式に出ることになった母親の方のおばあちゃんで 記憶にあるのは猫を抱っこしてニコニコしてたことくらい。で、葬式会場に行こうとしたら会場じゃなくてばあちゃんの実家に行くことになった。やっぱり田舎だからか古いけど立派な家で庭に声がいる池あるのを初めて見た。玄関開けてご挨拶と思ったらもうね、すぐにうわーってなったんだわ。 母親はハンカチ取り出して俺は我慢しながら家の人を呼んで上がらせてもらったぶっちゃけすぐに出て行きたかったけど失礼な気がして外の空気も吸えなかったとにかく臭いいや臭いとかいうレベルじゃないあんな匂い嗅いだことなかったこの時にまさかとは思ったけど まさにその通りだったざっくり聞いた話だとばあちゃんは長女で文家扱いなんだけどばあちゃんの両親は本家の人でも葬式するのは本家の家この辺はわけわからないけど何かあったんだと思う親族に軽く会釈しながら母親と一緒に最後の別れを言いに行こうと 遺体を拝みに行ったけどねやっぱり臭いんだわさすがにごまかせなくて何度かおえつした母親も泣くふりでハンカチ使ったけど何度かやばそうだったで遺体がある部屋に通してもらったら案の定原因がそれだった ばあちゃんの遺体がとにかく臭いけど入ってすぐに思ったのはそこじゃなかった顔にかける布が真っ黒だったことよく見ると布の端に金色の糸で刺繍があってそれが刺繍の裏面だってのが分かった母親が吐き気か悲しいのか分かんないけど涙ぐみながら布団のそばに座った 俺もその隣に座ってしばらく黙ってたけど我慢できなくて聞いてみた「この布はなんで白じゃないの?」母親は「知らない」ってそっけなく返したけどやっぱり悲しいみたいで声が震えてた匂いもきっついし二人きりにしてあげようと思って部屋を出た。 というか、タバコ吸いたかった。本当、匂いも布もきつかった。のんびりタバコ吸ってたらいつの間にか来てたおじさんも一服しに来てた。世間話をしつつも、どうしてもあの布のことが気になって聞いてみた。おじさん、ばあちゃんに会いましたうー、あったでな。 えらい小さなってたななんで顔にかける布が黒いんですかそしたらおじさんは気まずそうにしながらまあいいかって教えてくれた「母さんえらい臭かったやろあれなわざとや」そう言っておじさんが顎で蔵の方を見るように促した。 蔵の方を見ると何の用か知らないけど明かりがついてて誰かいるみたいだった。母さんは文家扱いやろ。だから黒い布なんや。それが家の習わしだそうでな。文家の人には黒い布、本家の人には白い布をかける。もともとは見分けるためとか。 布に刺繍があったのはあれはな母さんの名前と何代目のどの親の子かっていうのが書いてあるなんでそんなことを分けて出たら分かるようにと出たら対処できるようにって俺は聞いたなごめん気持ち悪くなってきたからはしょると黒い布に 顔のシミができるまで遺体を放置するらしいだからひどい匂いだったらしくその布は蔵の中に保存されるそうだちなみにやるのは分家だけどういう経緯かは知らないけどそういう呪いみたいな習わしを今でも続けてるだとおじさんが歴代のはあるし見てみるかって言うから興味本位で見たんだけど それがもうえぐくてな古いものほど憎じみが濃いんだわものによっては顔の皮とか毛みたいなのもあってどれも人の顔ってわかる葬式なのに遺体が棺桶に入ってないのでおかしいと思ったてか死体そんな放置していいのかよって変な風習とは無縁だった分 うちが変な習わしの家系ってのがまだ気持ち悪い俺も母さんもあの憎しみにされるのかなって思うときつい話まとまってなくてごめん。